ねえ古谷君、もう十分待ったわ。そろそろ聞いてもいいかしら。その話なら後で二人で。 ID？ え？で、返事くれるの？皆川さんって遊びなのか本気なのかわかんないんだよ。ごめんごめん。じゃあ今度こそ真面目に聞くわ。どうするの？だから、それは付き合わないのね。わかったわ。古谷君にその気がないなら。いや、別にその気がないとかじゃなくて、返事を言うとなると、その私には古谷君の方が遊びか本気かわからないわ。そういう意味じゃ。いいの、諦めるわ。授業も始まるから。じゃあね。まさかあんなにあっさり諦めるなんて。いや待てよ、これも皆川さんの演技で本当は僕が引き止めるのを待ってるんじゃ。バカか、僕が悪いんだ。あんなに返事待たせといて。とにかく後でもう一度話そう。皆川さんだって少しは未練とか。違う、これ諦めたんじゃなくて冷めたんだ。そりゃそうだよな、こんな優柔不断なやつ。なんでわかったの？っていうか皆川さん怒ってるんじゃ。